歌手であり作詞、作曲家の吉幾三さんが、自身の YouTube チャンネル、吉幾三チャンネルの、一言言っちゃうよ。シリーズの3月19日公開分において、航空機内で見かけた国会議員が、客室乗務員にクレームする姿が見苦しいと話した。これは、昨年5月に、同様の内容で流した動画の第2弾にあたる。 当初この国会議員が誰かとの名言は避けたものの、吉幾三さん宛に届いた、ある客室乗務員からの告発レターによって、長谷川学であることが明かされ、後に吉幾三さん本人もこれを認め、実名公開に踏み切ったようだ。エアライン名は公開されていないが、ファーストクラス、J クラスとの表記があることから、JAL であることが推測される。大御所歌手の動画が話題に、 名指しされた長谷川学議員はどのような人物なのだろうか。愛知県出身の53歳。2010年に参議院議員通常選挙にて初当選した国会議員。北海道在住で出馬し自由民主党副幹事長。現在、国土交通委員会秘党理事と地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会委員長と 情報に記されている同志のブログ「強い北海道を作る」にて3月21日に書かれた「本日は航空政策および飛行機の遅延についての考え方を述べたいと思います」の中で吉幾三さんへの反論とは明記していないものの自身の意見を約2400字もの長文で紹介している航空ジャーナリストである筆者として いくつか思うところがあり、本文明への意見を述べてみたいと思うのだが、その前に航空機の遅延について解説したい。飛行機は遅れるもの航空機に遅れが発生することは、比較的ありがちなことといえる。航空機を利用する人で、統計上の遅延時間である15分以上の遅れを経験した人はそれこそ100%に近いのではないかと思う。 現在の航空業界で言えば、コロナ禍で一番影響を受けたと言える業種であり、職場を離れた職員がまだ完全に戻っていないこともある。また、航空機の運航は、多くの部署の仕事の協調が取れて動く特殊な業務だからということもある。人員配置、搭載物、燃料、気象状況、管制、整備、全便がある場合は、その運航状況など、 複数の業務が正常に進められて、初めて航空機は帝国で飛ぶことができるからだ。航空会社の責任範囲以外の天候の悪化や、航空管制の混雑などによる遅れなども存在する。これを、その都度、機内でクレームされては、航空会社も溜まったものではない。これを念頭にブログを見ていきたい。長谷川銀ブログの内容はブログ全体では、 さすが国土交通委員会所属と思わせる専門用語を使った内容で訴えかけているまずは航空政策及び飛行機の遅延についての考え方を述べたいと思いますとの前置きで航空会社の対応について機内で発言をする際3つの原則に従いますと続けている発言の前提となる自身の考えを1つ目は正確な情報を伝えているか 二つ目は、不都合な情報をしっかりと開示しているか、三つ目は、正しい見立ての情報発信であるかの三点ですと述べている。三つと書かれているものの、内容はほぼ変わるものではなく、一つ目の、正確な情報を伝えているか、で三つ分の内容を説明しているように思う。長谷川議員が掲げる三つの原則とは、正確な情報のところで、 遅れの原因を完成の指示とアナウンスしたのに、危害を見ると、搭載遅れであったから正確ではないと発言している。前日の通り、航空機の運航は、数多くの搭載物を確認し、間違いなく安全に出発させることにあり、たまたま窓から見た、搭載の様子だけで、遅れの原因になっているわけではないことを理解、されていない。不都合な情報の開示では、 搭乗者名簿と搭乗者数が異なった状況であるにもかかわらず出発準備に時間が生じているだけのアナウンスでは不十分だと発言している最近では実際の搭乗者数が合わない場合はテロの可能性が考えられ非常に怖い状況だと一般の乗客にも知られるようになったこれを丁寧に説明して不安になった搭乗者が降りる ろろせと詰めかけたらどううするつもりなのだろうあえて正確な情報を公開しない場合もあることを知ってほしい50分も遅延する可能性があるのに10分と案内したことが正しい見立てではないと書かれている搭乗者が放棄する場合に搭載した機内預け入れで荷物を下ろすのは絶対必要な作業であるただそれにかかる時間は非常に読みづらく 貨物ドアを開けてすぐに見つかる場合もあれば大きな飛行機で貨物室の奥に搭載されたコンテナのさらに奥となると長い時間がかかる場合もあるイレギュラーな作業に見込みを立てるのは非常に難しいことだと理解が必要だ用語の間違いを指摘するとただその後に続く新千歳空港での除雪体制の 遅れに対し、すぐに関係部署に掛け合って改善したという下りはさすがに議員さんの行動力と思わせた加えて別のフライトで悪天候の着陸復興に対し客室乗務員が搭乗客を安心させようと機長にアナウンスを進言したことを評価した下りもよい内容だと思う好記事に客室乗務員をねぎらうのであればどんどん実行してほしい 最後に指摘すると、残念ながら専門用語の使用事例が間違っている。主輪が滑走路に設置してからでも、再離陸はタッチゴーとは言わず、ゴーイコール着陸不幸である。主に訓練で計画的に着陸、タッチし、すぐさま離陸、ゴーすることをタッチゴーということをお伝えしたい。機内は発言をする場ではない。 実際に議員が発言する機内の動画や録音があるわけではなく発言が明確に悪いと言えるものではないことから吉幾三さんの動画を真に受けることもできないしかしながら告発した客室乗務員が本当にいたのであれば議員の発言は厳しすぎたと思わせる航空機は線路の上を統制されて動く鉄道と違って 空という空間をいくつもの航空路の中から選ばれて飛ぶ乗り物で構造的に遅延が発生しやすい環境にある遅延が困るのであればビジネスジェットを使用すれば遅れは少ないと考えるブログを読むとビジネスジェットを視察していることから推進していることはわかる自費でビジネスジェットに乗れば快適性がわかるだろうまた 海外の航空会社でも同じような行動を取れるだろうか大きな声で怒鳴ったりして客室乗務員の業務を妨害したと判断されればすぐに警察官が来て拘束されることとなる今回の文書は機内で発言することが前提で書かれていることがそもそも理解に苦しむ機内は発言をする場ではなく多くの人が同じ目的地に向かうために利用する公共交通の中なのだ その場で意見することによりさらに遅れが生じかねない公共の乗り物では運行者を信じた上で敬意の気持ちとマナーを持って利用したいブログ最後の今後も原則に基づいて航空行政について発言してまいりたいと考えますとの表現は機内ではなく国土交通省内の航空分科会などの正式な場で前向きに実施いただきたいものだ